アナカマと出てきたらですね、まずこのアナっていうのがあーってやつです。カマっていうのがここに死を足せば元の形になるわけですよね。カマシっていうね、元の形にできればどういう意味かというと、やかましいのカマシでやかましいと、覚えといてくれたらいいんですけども、じゃあこれ土直訳をするとですね、アナカマはあーやかましいなっていう訳になるんですね。そこまででもいいんですけども、なんで単語帳に載ってるかというとですね、それをもうちょっと意訳して、あーやかましいなってどういう時に言いますか。やっぱりうるさい時に、あーもううるさいって言ったら、そのままうるさくしてって意味じゃないですよね。あーもううるさいって言ったら、もう静かにしてってことだよね。ですのでアナカマって出てきたら、もともとはうるさいだけど、イコールだから静かにしてねっていうことで、アナカマ静かにっていう訳になるんですね。